ク中です。鹿コットンパック中。やっぱ出しすぎちゃった出しすぎちゃった、化粧水、あ、すごい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 、ひたひたよ、ひたひたなっちゃった。こんにちは、急に来てびっくり。そう、なんかリハがちょっと早めに終わったんで、ショールームしながらメイクをしてサンシャインに向かおうと思ってイベントのリハやってました。そうです、昨日も今日も朝から頑張りましたよ。でカレンちゃんはマジお疲れ様だよ。昨日夜遅くまでそうやね、ゲスト出てってさ、お疲れだろうなってもう日回るのちょっと前くらいでしょそうだからあんま見てない、寝てないけど、今日はさやりんに会えるということで頑張って。それカレンちゃんとも5日連続くらいで死ぬ気がする。一緒に行きすぎ、こんにちは。夜もね治療しようかなと思ってます。うん、明日朝早かったっけ、忘れちゃった。明日は早い、めっちゃ早いわけじゃないか。うん、じゃあ多分やります。ゲストで帰ってからだからめっちゃ11時過ぎとかになると思うよ。そうそう、明日は頑張ってライブです。そうです、頑張って福島ライブです。だから毎日カレンちゃんと一緒にいるんだよ。そうだよ、毎日リハしてるよ。え、昨日どうだった、初日ジョモラブ東京公演、昨日初日だったんですけども、うん、ゲストで出させていただいて、そう、やっぱ熱量は劇場のお客さんと変わらないくらいの熱量ありましたか。うん、すごかった。やっぱ手拍子とかも、あ、いいね、うん、めちゃくちゃ良かった。すごい楽しみ、今日見るの。客席でも見ててめっちゃ皆さん泣いてらっしゃって、あ、まあ初めて見る人絶対多いもんね。確かにそうだよね、愛媛までは行けなかったけど、うん、昨日は三崎区ルン鉄で、違う、逆ルン菊三崎鉄だったんだよね。そうそうそう、で今日が、ルン鉄三崎区となっております。なんかね、漂流ライトもみんなに貸し出ししてるから、うんうん、めっちゃ綺麗でした。販売もしてんのかな。販売してると思うよ、買ってくださいみたいに言ってるから。あ、そっか、うん、じゃあ1500円、安いそれを購入していただくのもよし、うん、まあちょっとレンタルでいいかなっていう場合はレンタルしていただいてもよし、でも持たないという選択肢はなし。でもね、レンタルしちゃったらね、欲しくなっちゃうと思う。確かに、帰りには買ってるだろうね、レンタルしたとしても。みんな買ってる。確かに。ミューテツ見たよ。ゲネがミューテツだったので。あ、そう、ミューテツ見た、ゲネプロ。ゲネラルプローブ。急にカジさん気取り出して笑っちゃった。みんなも見てたくそ。クスクスしとった。こんにちは。ユーテツ絶対見れないと思ってたから見れてよかった。確かにめっちゃ良かった、かっこよかった。よいしょ、みんな全然違う鉄でね。そうなのよ、素晴らしかったです。いいんです、なんか毎回どっちも万次郎3人と一緒にやってるからさ、うん、マジで全万次郎がなんかみんな違うから、うん、なんか本当に比べる対象にもならないぐらいみんな違うくて面白いって言ってて、うん、本当に客観的に見ると、うん、マジで違うから本当にめっちゃおもろい。なんか勉強にもなる、あ、こういうやり方もあるんだ。え、そう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 、うわ、私はそれできないわ、うまいみたいなさ。そうなのよ、あるよね。そう、だからすごい面白いです。あんだけやってても話全部分かってんのに見れるもんね、まだ何回見ても全然飽きない。で、ファンの人もきっと思ってくれてるからいっぱい来てくれてるんだろうな。え、昨日私は、うん、ミサテツを初めて見たのよ、うんうんうん、もう歌が上手すぎて泣けちゃった。綺麗だよね、そう、綺麗な歌声、みんなさ、上手だけど、うん、声がマジ透き通ってる、うん、綺麗な歌声だなと。ピッチもめっちゃいいし、声透き通ってるから、うん、マジで聞き応えありそう。あとルンキクもね、初めて AKB の山が聞くため。確かに、え、なんかさ、ニマニマしちゃった。わかるルンちゃんとかミスターが聞くなってんの見るとニマニマしちゃうのよね。すごいよ、可愛くて、うん、可愛い、可愛らしい。
なんか鉄はさ割とさ恋愛したことなくて、うんうん、ちょっとずつこう愛を知っていくってキャラクターだけど、キクは鉄より進んでるから、そのもう恋を知ってるから可愛くて、恋してる姿が、ね、そう、恋してるルンバ そのやってるキクがマジで可愛くて、マジでいい、なんかニコニコっていうかね、ニマニマして見てました。私は昨日ニマニマしちゃった。私、さやきくんもめっちゃ見たかったんだけど。いやね、いや行ってみたかった。なんか楽しそう、うん、そう、わかんないけど恋できないかも。恋ができない、恋できないかも。やっぱテツと一緒で、一つその舞台上で学んでいくならいけるかもしれないけど、その恋できないかもしれない。ティッシュ一枚ちょっと待って、ごめん、恐縮です。メイク買いやすい。少し見えてない全然。こっちにある鏡を見ながらメイクしてるからさ、不便すぎるでしょ。私もこれをこっからちっちゃい鏡。うん。楽しくやっております。いや。でも正直ゲストちょっとだけ気まずい。出てないのに、そうそう、最初とか最後にどうもーって出ていくのめっちゃね、ちょっと恥ずかしい。普通に役で出たい、そうねんな、舞台上って、うん、なんか高橋で行くのめっちゃ気まずくない、AKB として行くもんね。そう、ちょっと気まずい。私とか、うん、その初対面の方が昨日3人もいらっしゃって、まあ、これから一緒に出るんだけど、うん、あ、初めましてみたいな人見知りだけしちゃった。初対面だとよりね、うん、緊張もするしね、人見知るしね。まあ、ハマちゃんとかはね、ハマちゃんはもう気まずいを通り越してた。ほとんどの人と被ってた。ずっとどうしようの顔してたハマちゃんけど、楽屋とかでそれ知ってる人いないみたいな。演出女子のリサさんだけが頼みの綱みたいなね、うん、顔してましたね。可愛かった。可愛かった。ゲストは毎日いますよ、うん。AKB メンバーが毎日ゲストで登場します。そうなんですよ。だから毎日 AKB 見れるよ。確かに。そのまま鉄で出てるじゃない、鉄で。だから本当に楽屋というか、楽屋控室の方がさ、ほぼ AKB ばっかりで、AKB の楽屋にいるみたいでした。そう、なんかそう、あのゲストが毎回いて、いるから、で、菊野と鉄もいるから、その、うん、何 AKB だけの楽屋があるのよ。そうそう。る、菊、うん、鉄、かつゲストも一緒の楽屋だから、うん、マジ AKB の楽屋です、完全に。女性楽屋別だから他の。今日はクリさんとか女性さんとかと同じ楽屋。女性全員一緒なんです。いつもはもっちゃん劇場ではね。今回だけの特別仕様の楽屋になってて、なんかあれコンサートの楽屋におるかなみたいな。どこ見てもエイトエイトみたいな。舞台裏でもメンバーばっかりで話してるから、あれここエイトの楽屋みたいな。それなんか舞台の楽屋とはもう思えない、うん。新鮮な感じですめちゃくちゃ。そう。他のキャストさんもあれこれ AKB の楽屋みたいな言われてた。そう、面白い状況です。ありがたいですよ、こうやってね出させていただいてね、こういうゲストという形で、そう、何かしらの形で東京公演に関われたの嬉しい、うん、本当にそう思う。かんちゃん画面ガビガビじゃない、ガビガビ、あ、そうそう、壊れてるか、早く買わなきゃいけない、機種変したい、しちゃいな、何がいいんだろう、新しいのにしないよ。14、今14が最新でしょ、多分14か、14にするいくらするんだろう、10、高そう、10、15万しないぐらい、あれ容量によるけど高いよね、高い、でも4年くらい使ってるからもういい、コスパで、そうか、日割りにしたら多分安いんじゃない、そうだね、いい時だよね、日割りにしたらね、しかも年間だとしても4年使ったら前回に4万とかでしょ、うん、まあ 1年間で4万ならね、うん、頑張れば年率できるんじゃない。めちゃくちゃ使うしね。そうそうなのよね、ニキビできちゃった、あら私も最近めっちゃニキビできて、何あれだろう、なんかさ、この前夜中にカップラーメン食べて、そんなこと普段絶対しないから、こんなカップラーメンだったけど、うん、あれ食べた時にめっちゃニキビできちゃった。やっぱ油って良くないんだね。本当に良くないの。なるほどね。
17万くらいだったよ。高っ。え、高っ。マジ？バリ高いよ。逆に今13とか買ったら、ああそうよね、ちょっと安くなってんちゃう。ちょっと前、一昔前。さ、いつも最新の1個前のやつ買ってる。いいよね、ちょっと安くなるし、うん、いまいち多分そんなに私の使い方だと、うん、ちょっとぐらいの変化はあんまり関係ない。別にね、すごい最新の機能を見るわけでもないから。そう、でも画質が欲しくてカメラの、だからプロにした、13プロにした私は。カメラね、めっちゃ画質いいで。いや、思ったもん。そう、なんでそんな画質いいんだ。夜もめっちゃ綺麗に撮れるし最高や。写真いっぱい撮るからな、そう考えたら。そういいのかも。そうなのよ。こんにちは。でも普通の買い物ってさ、まあ、その15万近くのものって絶対買わないのにさ、スマホだとまあ買っちゃおうかなってなるのバグだよね。そうなんよな。でもなんか最近日本も、うん、あれ、アンドロイドユーザーの方が iPhone ユーザーより多くなったらしいよ。アンドロイドにしちゃうって手もあるけどね。そうやな、めっちゃ画質いい機種とかあるし、カメラとかレベチよね。レベチ。でもやっぱり周りがさ、うん、iPhone とかでも Apple Watch とか Mac とか使ってるって考えたらいい。ああ、したら Apple 製品で揃った方がいいよね。出すよ。確かに。Apple はちょっとブランドがね、高いのよ。出すよ。互換性はマジいいけどね。Apple 製品の中での互換性は。うん。エアドロップとかもう手放せないもん。便利すぎやろ。便利すぎ。メンバー内でさ、うん、ちょっと大きめの動画とか送るときさ、うんうん、めっちゃ良くない？チュンってよく。LINE って5分しか送れないからさ、しかも画質落ちないし、エアドロで送ると。うん、で眉毛左右対称じゃないけど前髪で隠れるからいいってことにするね、うん、今から。全然いいよ。こんにちは。こんにちは。いえ、乾燥してる肌がしてる。もう冬には勝てないよ。 Google Pixel Pro 買いました。すごい。そうそう、前日間撮影タイムある。え、ないんじゃない。前ありました。ありました。超あるんじゃない。知らない、全く。あったらいいけどね。ありますよ、きっと。きっとあると信じよう。きっとあるよ。だっていつのコンサートいつもあるもん。前あったならあるんじゃない？ね、だからバッチン劇場的に撮影が OK ってことじゃん。まあ、多分またあのスマホとか携帯電話のみにはなると思いますけど、あるとは思う。去年は私がセンターの前しか向かねえが、うん、え、よき撮影タイムでめっちゃみんな撮ってくれてあげてくれてた SNS に。あ、そう。え、めっちゃいい、前しか向かねえ。最初の歌い出しかっこいいよね、あれ。うん、しかもさ、大島優子さんめっちゃさ、推しだったからさ、うん、うわ、最高じゃん。マジで最高やった。みんな楽しみ。楽しみ。なんかさ、大体愛媛に行くときってメンバー一人じゃん、うん、稽古の時以外は、うん、そう。なんかみんなで行くのすごい新鮮だよね。めっちゃ嬉しい、なんかワクワクして。え、それな、みんなで美味しいもの食べようね。食べる。タイ飯食べたい。いいね。え、もう食べたんだっけ。サヤリンとさ、うん、リサさんとかと食べに行った時くらいかも。空港のね。そうそう、空港のお店で食べた。サヤリン4期の千秋楽のあとあれ食べた、うん、空港、飛行機の前に一人で一人で角屋行ったわ。いいな、また行きたい。でもさやはさ、炊き込みご飯のタイミングを食べてほしいんだよ。そう、炊き込みの方が好きかもね。松山鯛めしの画材は好きだった。宇和島もうまいんだけどね。うん、炊き込み食べた。そうなんです。食べ行こう。おすすめの店あるから。え、行く。楽しみ。でも行けるかな、そこにっていう感じだけど。確かに。意外とね、前日の時ってスケジュール詰め詰めなのよ。あなた鉄で出るしな、うん、確かに。待って、そうじゃん。そうじゃん。自由時間ない説あるよ。やばか。朝公演してからライブだったりするから。その公演の間にみんなご飯に行ったりするの？そうです。終わった、終わったじゃん。公演の前とかにさ、
うん、そうそう、ちょっと観光してご与えてから劇場行くみたいな前やってた気がする。え、いいな、行けないやつ。そうだよ、すんごい乾燥してる肌が自分の肌として思えないくらいの乾燥してる。冬は怖いね。冬は怖いよ。加湿器ないと生きていけないもんね。加湿器、まあうちにないんだけどさ。買えない。だから乾燥してる時は洗濯物干す。ああ頭いい。うち全部部屋干しなの。外に絶対干さないからさ、うん、防犯上の、うんうん、だからめっちゃ洗濯するとめっちゃ加湿されるから、それで生き延びてる私。すごい洗濯物マジすごい、加湿力すごいよ。こんにちは。お腹すいた。ちょっと一回携帯、あ、ごめん。でやばい、どんどん携帯が倒れていってるわ。さーて、可愛くなるぞ。ミニゴミ入った。ゴミゴミ見当たらない。こんにちは。この部屋寒くない？そう、私が薄着だからか。そうだよ、今日とっても薄着だなと思った、うん、でもレッスンの時って暑いじゃんね。え、そうなのよ。今日半袖着ようか迷ったけど、さすがにバカかなみたいな。冬のレッスン着困るよな、何着ようみたいな、まあ、トレーナーぐらいがちょうどよかったですよね。ちょっとレッスン中暑いけど、その汗で冷めないから、うん、冷えすぎない。難しい。私さ、これの上に今日コートだよ。めっちゃ薄着じゃない？やば、生きていける。うん、今日あったかかった。あー、でも寒波も過ぎたじゃない？だってもう毎日じゃなかったよ今日。昨日の夜とかは全然いけたもんな。うん、今日あったかいと思った朝家出た。うん、あったかいはおかしいと思うけど自分でも。それはこんにちは。でも夕方雪降るかもみたいな。え、今日雨予報なんだけど、ちょっと寒かったら雪になるかもみたいな。雪の方が助かる。でも帰るときはもうね、やみそうだったよ。なんか何、夕飯時、あ、5、6、7、8ぐらいに雨みたいな、雨もしくは雪みたいな。天気予報全く見ないよ。降水確率 50% だった。え、見ないの？家出るときだって傘持って買わなきゃいけないかなみたいな、ないの？それな、困るやん、うん、え、じゃあ出るとき降ってなかったら持っていく。じゃあ午後困ったりするの？やべ、傘ないみたいな。え、あんまないんだけど。本当？どうなんだろう。でも夏はな、冬ってあんまり雨降ないじゃん。夕立とかないもんね。そう、夏だと日傘を毎日持ってるから。ああ、最悪、あの、うん、兼用のやつを持ってれば、しのげるもんね。そうなのよ。絶対天気予報見てから家で、服装もだってそれで決めるもん。今日はなんとだから足出しても死なないなとか。えらい。そう、えらいって、それが普通なんだろうけど。なんか画面の影でメイクしてたらすごい濃くなっちゃった。薄くしよう。ね、メイクキープミスト貸して。いいよ、もうあとちょっとしかないんだ。使い切ってもいいよ別に。昨日ルンちゃんに貸したママは楽屋に置いてきちゃった。あれ。めっちゃいい匂いするこれ。え、そうなんよね。収まる。いいよ。同じの使ってる？いや、これも白使ってる。え、ケイトで白出してんの？ケイト、これケイト構成だった。構成同じ K なだけだったわ。セイリーに福岡案内、そう、案内しますよ。一緒に福岡行こうね。え、そうだよ、もう約束してんだから。うん、絶対に行こう。絶対に成功させようね。急に絶対に成功させようね。見たことないんだよな、あの前。見た方がいい。ほのちゃんがさ、ずっと言ってて気になってみて。やってたわ。やってた。聞くのね。そうそう、アイドルの勉強になる、ほんと。私、じゃあもう一度見せるわ。何も見せてない。何も見せてないわ。
今ベースメイクじゃ終わったので遅そう今からアイメイクをしていきたいと思います。じゃ紹介しながらメイクします ね、 いいですね。ちなみに下地はなんかいろいろコスメデコルテのやつとかアリなんかこのこういう使ってますやけど読めないって言ってないアイメイクをしていきます。まず最初に使うのはヘイトのザ・アイカラーがでっかい透明で見るわ、うん、大事。なんかすごい涙袋すごい濃くしちゃったかも。涙袋は濃くいこう。あ、すごい髪がすいません、お空空を見せてるお空も見えてないんだよ、この部屋窓ないんだよ店長こんにちはえ、濃くないめっちゃ全然、え、今日めっちゃ可愛いメイク。ほんと？うん、こん濃くない？うん、マスカラとかすれば、うん、バランス取れるか。いえ、ヒュヒュ待って、んギルドバトル、私ギルドバトルしなきゃいけないんだけど。ギルドバトル何分だ人？12時。あ、一緒やん。多分一緒に配信止まりますちょっと一瞬抜け出すわ、数分。同じタイミングで配信止まるわ多分。こちらを目に塗っていきます。すごい、カレンちゃんと同じ顔になれちゃうね、この配信を見たら。そうだよ、みんな真似してね。なんで途中で自信なくちゃったの今言いながら。これを二重幅のところに塗っていきます。カレンちゃんなんかあんまりメイク濃くないイメージ。え、めっちゃ薄いよ。カリウスいいことだよね、素材を生かすやっぱ料理人もさ、素材を生かせる人がさ、うん、よりプロって言うじゃんね。そうなのよ、そうなんです。大事だよね。こんにちは。ここで目尻も入れちゃって、あ、ピンクですね。ああ。かわいい声で撮るけどどこがかわいいねんねん。そしたら小さいブラシで濃い色を。それどこのアイシャドウですか？これどこなんだろう、友達がくれたの、めっちゃ可愛い、ブレンドベリー。初めて聞いた、初めて。でも可愛いパレット。そうなんだ、めっちゃ使える色が。ピンク系ですか？ピンクちゃんは。あ、私ピンク系ですね。可愛いですね。なんか今日さ、血色めっちゃ悪いわ。え？今日血色悪いけどみんな気にしないでね。あ、サリン今日血色悪い日なんだと思ってください。血色悪いってわかるの？え、わかるくない？なんか具合悪そうみたいな。具合悪そうってなる。ビビレ袋にラメを入れていきます。ビビレにします。こんにちは。コメント欄置いてきぼりにしてる、ずっと私、うん、あとこの時間ね、めっちゃ見にくい時間だから、みんなすごい。そうだよ、お仕事の合間にね、こっそり見てる人いっぱいいるみんなこっそり見てんの？でももうすぐお昼休みだから、12時を過ぎたら、うん、確かに。こっそり見なくていい人も増えるのかもしれない、もしかしたらね。今日は何曜日？今日金曜日か、多分。明日のイベントで見る気がする。そうでござんす。よっしゃ、今日朝電車混んでたな、通勤ラッシュ。めっちゃ通勤ラッシュだったし。そうね、昨日も今日ももみくちゃんにされながら見た。えらい、うわぁ今日人とドアにさえ挟まれてた。なんか後ろの人が多分もう諦めて全体重をこっちにかけてきてて、自立すること諦めてたの。重い、やだ、きつい、重いって思いながら乗ってた。もう満員電車の、あ、またお空見せてる、ごめん。満員電車の時ってあるあるじゃない？なんかもう全てを諦めて全体重かけてくる人結構いるくない？うん、なんかもう自立すんのいいやみたいな。
任せよう見ようみたいなたまにいてさ、今日はその人と扉の間に挟まれたから潰されてた私。きつっ。そう、まあさこうだよねと思いながら。そうよ、え、初めて行った駅員さんがさ、うんうん、ホームでさ、人を押し込んでんの。おお、荷物押し込んでた。なんか挟まりそうな大きいリュックを持ってるようにお兄さんがこう最後にカーって乗ってきて、うん、シュッて駅員さん来てグイッて言ってグイッてしまってすごい、これが日本のマイネーだテレビで見たことあるあの風景だと思って私は感動したね。感動知ってる知ってる現象だこれと思ってやばいな感動したね。え、皆さん本当にそんな満員電車に乗って毎日お仕事お疲れ様です。すごいんだから本当に。どうだろう、でも今見てる人で毎日満員電車乗ってますって人どのくらいいるんだろう。きついよな。でなんかさ、リモートワークがさ普及してさ多少改善されたとは聞きますよね。お次前よりは、あ、ごめん、スタイルいっぱい喋ってるから全然メイクの紹介できてないのいいのよ、私の配信すごい静かだ。え、こんな喋り続けない割と。いや、日によるかな。あ、ね、まあ、その日のテンションとかあの、うん、脳みその働き具合もあるしね。ずっとバーって言ってる幼稚園児、幼稚園児じゃん。ラッパーか幼稚園児しかいないのにイエーっていう子イエー。さやはね、ずっとこのテンションで喋り続けるよ、うん、いいな。2時間でも3時間でもルック、そんな喋ることがある。ねえ、みんなこんにちは。あ、でも途中喋ることない、どうしようってずっと言ってるあの昨日とかやばかった。一昨日2時間半配信してさ全部喋りきってたわけよ。やば。昨日さ1時間やったんだけど、うん、途中話すことなさすぎてどうしようみたいな、昨日全部喋っちゃったみたいな最近起きた面白い話全部話しちゃったと思ってどうしようみたいなね、ある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 です。これ最後だな。全然見せないけど今アイライン引いてます。カレンちゃんは跳ね上げるタイプですか、それとも垂らすタイプですか。うわー、どっちだろう。もう反ってる目の形に。確かにカレンちゃん垂れ目だからそのまま垂れてる気がする。うん、なんか右の方が短くない。確かに。あ、やばい、12時ですよ。えー、待って、ちょっと一旦配信してもらいます。で、うん、白髪かまつげに出るようになった、うん、あと物もらいできる。うえ、全部出る人やん。めっちゃ出る。時々によってどの症状が出るか変わるけど、うん、めっちゃ体に全部出るからストレス当てないに越したことはないんだけど。そうだな、まだストレスで生きてるんだよ人間は。 そんなに簡単にねストレス解消できないんだよね。でも何で溜まってんのかよくわかんないんだよね。うん、でも白髪生えてきて、あ、今ストレス溜まってるんだって思う。どうしたらいいんだろう。症状に出てから気づく。お昼ごはんまだなんです。なんか2人とも今お腹ペコペコです。ペコリンちゃん、何食べようかなって思ってます。何がいいかな。お肌にあんまりいいか、ヘルシーなもので。脂っぽくないものだね。じゃあ、最近めっちゃ小食になった。なんでいいな、なんだ急に。やだ、さや大食いなのに。え、でも思った、この前カレンちゃんとご飯行ったらなんかすごい早めにお腹いっぱいとか言ってて、本当はそんなことないんだけど。信じられないと思って、さや無限に食べれるのになんで。さやりはずっとお腹空いたって言ってた一日中。そうだよ、さっき食べたやん。え、マジさ消化が超早いの私。いいな、いいのか。太るよ、消化早いとまたすぐすくからめっちゃ食べちゃって太る。そうだよ、細いけど今日レッスンしててさやり細すぎてビビったわ。嬉しい、細っ。今日はその服のおかげだね、服が細く見える。うん、ウエストジークとかまで使うかな。パンツのウエスト今縮めてあるしよりね、細く。こんにちは。でも今日なんかシルエットめっちゃ 細そうな感じに見えたよね。めっちゃ細かった。そんなことないんだよ。立
ップ忘れたから口が色ないわ。リップしないとね、完成しないよ、顔って、うん、え、持ってきてはいる？あっちに。ああ、ここには持ってきてないだけで、うん、よかった。とりあえずロースでもつけてみようと思います。久しぶりのリップグロスのあれ終わっちゃったね、あの披露期間、劇場の、うん、あれ結構好きだったんだけど、気づいたらあれ今日やんないんだみたいな、ね、年明けで終わっ、うん、なるほど。私は一発目 A 公演だったんだけどさ、その駅の通常公演が、うんうん、そう、そこからないですって言って、おーいっつって、好きだった、うん。ここ最近のシングルでは一番好きだった。なぜならさやはダンスが踊れないから。元カレって感じだもんね。元カレとか、うん、まあ元カレはまだ好きだったかな。ネモハモが本当に苦手だし。ネモハモね、ちょっと気合い入れないといけないよねあれ。やるよみたいな。ネモハモレッスン参加しなかったからさ、あ、それ結局よくわかんないままネモハモの期間が終わった。なんか理解をしきる前に終わっちゃった。あれはちゃんとやんないとレッスン。でみんなさめっちゃ何回もレッスンしてたやん、うん。そうよ。私さ劇場出るって言われる2日前に初めてレッスン受けて、うん、うん、終わってんね。その次の日にもう一回やったらもう本番で。それでよくやったね。めっちゃ間違えた。いやそれは仕方ないわ。みんなだって何ヶ月もさ筋トレとかしながらやってる。そうそうだ、それ筋トレ一回もしない。よくやったね逆に。怪我しなくてよかったわ。それな。愛媛にいたんよねちょうど。なるほど。期間に。あれは。もうなんか5、6人しかねママやったことない人いないみたいな時に。うん。やった。うん。ダンス苦手なんです私。全然上手に踊れない。羨ましい。歌ができるからいいじゃない。いやいやいや、でも歌も別にさめっちゃ上手いわけじゃないからさ、そのそんな顔しないで。歌唱力マジ今回もダメだったしさ。え、見たかった。何歌ったの？クリス・ハートさんの I love you。おー、めっちゃ良くない？いい選曲。好きなんだよね。サイリンの歌を聴くために私はびっくりするよ。嘘つけよ。でもなんかジョン・マイ・ラブの歌の方がうまく歌える、その J-POP より。あー、ミュージカルの歌い方。うん、てかジョン・マイ・ラブがめっちゃ私の音域に超合ってる。最高やん。低い音さえ苦手だから。あー。高い音ばっかりじゃん。うん、あんま低い音ないじゃん。高いよ。だからさ、あの光と影の日々とかマジ出ないんだよね。めっちゃ必死で出してるんだけど、うん、低い音苦手で高い音が得意だから。じゃあジョン・マイ・ラブはめっちゃ歌いやすい。むしろ高すぎてみんな苦労したりしてる。そう、逆私低いからさ元の声が、ね、めっちゃ苦戦。私も喋り声はそんな高くないんだけどね。うん、確かに。こういうプライベートの時、確かに仕事の時はそのギア上げるからめっちゃ声のトーン上がる、うん、はいってなる。知ってる声でしょこれ。劇場とか絶対この声なんだから。でもこの声、あのその高さが一番通るの。あ、だからお見送りもそのトーンで行くからめっちゃうるさいんだよね。ありがとうございました。そう、一番通る声がそれ。いや、テンション上がると別に普通にもその声になる。わかるわかる。でも別になんかそんなに普通に喋るときはこの声だから地声はそんな高くないと思うんだね。うん、確かに。そうなんです。そうなんです。できてきたよ顔面で。私もできたかも。え、早い。何がしてないかな、分かんなくなる。カレンちゃん遅いからすげえのんびりしてたら追い抜かれてた。今日そんなメイクしてないわ何も。マジで、ね、今日出ないから。マスカラはしないわ。だから周りマスカラしないの。マスカラしない。マスカラしない日なんてあるの。そっか、まつげ多いもんね。そうね、いいな。まつげないからさ、塗ってなんか疑似まつげ作んないとさ。疑似目めっちゃ薄くなっちゃうんだよね。いいな、さやもマスカラ塗らないですって言ってみたい。一番だってもう1個だけしかなんか、ね、メイクできないってなったらまつげあるもんさ。あー、でもまつげ大事よね。そう、まつげ薄すぎてまつげやらんと。まつげかリップの二択だね。もう血色大事。私はリップだな。
最悪口潤すれば赤くなるかもしれないから、こすったらシュ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 めっちゃ肌に悪いの。いや、こする。お昼ご飯食べますよ、この後。この久しぶりでしたもんね、今。ペコペコですから、私たち。もうお腹すきまくり。美味しいもの食べて、まあ、入りがちょっと私遅いので、ゆっくり語らってから、そうだな、サンシャイン行こうと思います。サンシャイン。ゴー。こっちでやめちゃった。イエーイ。ジェスティス。さあ、もうとりあえずこれでいいかな。細かいのは、まあ、どうせマスクで取れちゃうから、吸ってから、劇場入りしてから直すとして。顔完成どう？かわいい、かわいいよ。どう、みんな？かわいい。もう一回これ貸して。いいよ、お借りします。いやー、べべ、それめっちゃ、匂いはいいけどめっちゃまずいんだよね、味。マジ？口に入るとえってなる。そうそう、香水と同じつけ方じゃん。シュッてやってこうくぐるみたいな。なさいもやる、それ。シュッてやってこう残りをこうやってこう吸着して。こんにちは。天ぷらサバだって。いいね。マスクする前にパウダーパタパタしよう。あと髪の毛もしなきゃ。じゃあ髪の毛切ってからにしようかな。ヘアロ持ってきたの？あっちにある。あね。今すると。当分劇あのかいあのレッスン場出れなくなっちゃうからね。カバンに突っ込めないから、暑いと、だからもうあっち行って帰る。え、だ今日来る前にやってるからね。えら、え、じゃめっちゃくせっけだからさ。だってさ、さあのお風呂上がり見たじゃん。あ、見た見た。あれになるから、で、あれに寝癖がつくからすごいの。だからさ、この髪型で来るためには20分ヘアアイロン通してからじゃないといけないから、だからさ、劇場行く時とかもこれやってから来る。いらわ、だって爆発してるんだもん、薄すぎて。そう、あと今日前髪切ってきた自分で。え、チョキチョキ。えらい、私も切りたかったけど朝早すぎて無理だった。ガタガタになっちゃった、ちょっと。え、どうしよう、終わってからあんま髪しょ、まだ配信する？うん、終わる？うん、じゃあ終わって3分で髪の毛終わらせるから。オッケー。そしたらでよ、じゃあ終わるか。うん、じゃあ先ランキングどうぞ。じゃあランキング、じゃあニコニコここで画面を見ています。顔完成、じゃんじゃんかじゃんじゃんじゃん。ありがとうございました。じゃあ最後にランキングを読みます。やったー。だったら全然待ってるよ、配信しながら。でも全然急がなくていいから。うん、ああ確かにね。じゃあ終わって髪やってるわ。うんうん、 LINE してくれればいいよ。髪終わったよ。 OK、 じゃあ私は終わります。イエーイ。ランキング読みます。13位、レンチさんありがとうございます。12位、ひなちゃんありがとうございます。11位、 YK さんありがとうございます。10位アクセルンさんありがとうございます。9位はキュンミさんありがとうございます。8位フォームさんありがとうございます。7位モモカンさんありがとうございます。6位コタンさんありがとうございます。5位トリオオヤジさんありがとうございます。4位マボロシさんありがとうございます。3位カヌアさんありがとうございます。2位関西トシさんありがとうございます。1位タートシさんありがとうございます。イエーイ、ありがとう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 、お疲れ、ありがとう、おやすみ、おやすみ、ありがとう、ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。